株式会社イードは、20代以上の650名を対象に、有名男性タレント20名、イード選び、に対するイメージ調査を実施。その結果、認知度ナンバーワンを本日還暦を迎えた明石家さんまが獲得した。2015年5月14日から5月19日の期間、20代から60代以上の男女を対象に実施された同アンケート。認知度ナンバーワンを獲得したのはお笑い怪獣、さんまさん、95.9%。続いて、俳優、歌手と幅広いジャンルで活躍する福山雅治、94.4%。映画、ヒーローの公開が控える、スマップの木村拓哉、94.4%がランクインした。さんまさんが長年バラエティの第一線で活躍を続けているからこそ、あらゆる世代にその名を知られているのだろう。そして気になる好感度ナンバーワンに輝いたのは、認知度でも上位にいた福山さん、18.9%。2位は NHK 連続テレビ小説、マッサンの鴨居金次郎を公演した堤真一、18.3%。3位には、テルマエロマエや、トリック、などのコミカルな役からシリアスな演技までこなす演技派、阿部寛が 17.5% でランクインした。また男女別に見ていくと、女性の1位に輝いた堤さんも男性へのアンケートでは9位という結果に。女性は堤さんに対して、頼れる、面白い、楽しい、といいイメージを持っていることが発覚。女性はコミカルな役を演じることも多いドラマ等を通じて、堤さんのこういった一面も知っており、それが好意に結びついているのかもしれない。今回、アンケートでは男性タレントのセクシー度についても調査。1位を獲得したのは昨年結婚を発表し、西島ロスという言葉まで生んだ、劇場版モズ、や、脳内ポイズンベリー、の西島秀俊、16.6%。続いて2位に福山さん、16.1%。3位に映画、リトルプリンス、星の王子様と私、のヘビ役で声優初挑戦を果たした竹野内豊がランクイン。成熟した大人の色気を持つ40代以上のタレントが上位3位を独占している。そんな中、5位にランクインしたのが30代前半の綾野剛。新宿スワン、や、ピース、オブ、ケーク、天空の鉢など出演作が後を絶たない綾野さんは、男女差が多いという特徴があり、綾野さんをセクシーだと感じる女性が 16.2% いたのに対し、男性は 4.0% と、12.2 ポイントの差が、女性にしかわからない色気を綾野さんは持っているのかも。綾野さんに対しては、女性は、個性的、かつ、セクシー、という印象を抱いており、綾野さんの評価における個性的、というのは、捉えどころのなさ、わかりづらさといった、一種の危うさを指しているのかもしれない。